ました、ビーパルの2023年1月号ですね。こちらの方を紹介してみたいと思います。で、紹介するのはもちろん付録ですね。ソロ鉄フライパンということで、フライパンが付いてたんでね、ちょっと興味本位で買ってみました。では開封していきますね。本の内容はね、サラサラって言うだけで特にご紹介はしません。ということで今回はこちらです。多分ね、皆さんの方もちょっと本屋さんで立ち寄った時にね、あって気になってたと思うんですけども、こちらの方今から開封していきたいと思います。でね、ちょっと興味を持ったのはね、僕ね、フライパンっていうのがあまりいいの持ってないんですよね。スキレットとか、あとダイソーで買った昔のフライパンですね。ほんまに大昔に買った、今も多分廃盤になってどこ探しても売ってないようなやつ、それをね使ってたんですけども、なのでね、なんかいいのないかなと思ったんですよ。スキレットではね、重たいんですよね。で、丸型っていうんですかね、丸いフライパンっていうのはね、バイクで行くときに収納がかさばるんですよね。なのでこういう四角い鉄板っていうのがちょっと気になりました。一時期ね、だし巻き卵を巻く鉄板あるじゃないですか、あれ買って使おうかなって思ったぐらいなんです。ただね、あれも A がついたまんまですんでね、このついてる A がすっごいかさばるんです。で、今回このビーパルなんですけども、こちら、1月号の付録ですね。こちらの方はイギリスのブランドメーカーですね、カリマーのフライパンになります。で、大きさなんですけども、横が内径でいうと 13mm ですね。で、縦が 15cm で、深さが2センチ、こんな感じの作りですね。ビーパルによるとね、ここちょうど1枚食パンが入る、で食パンが焼けるというふうに書いてあります。ソロキャンプなんかにね、ちょうどいいのかなと思っております。で、そんなに重たくもないです。ちょっと今日測りがないんでね、重量までは分かりませんけど、ですので、まあ私の使ってる焚き火台ね、ソロ用のちっちゃいストックで、ちょうどこの上にポンと乗せれる、いいかなと思いまして、思っております。実際にね、使ってみてどうなるかちょっと分かりませんけど、キャンプ行くとき持って行ってみたいなと思います。正直ね、雑誌の付録で付いてる道具っていうのは本当に長いこと使いません。まあ一回使ったらいいとこですわ。唯一使ってるのはね、ファイヤーブラスト、皮膚希望ですね。ビーパルで、今年やって一回皮膚希望が付録でついたんです。それは愛用させてもらってます。これが長いこと愛用できるかどうかはちょっと分かりませんけど、でもね、ちょっと気になって買ってみました。
あの提案なんですけども、ビーバルさんの次これをねコラボで鍋、四角い鍋ですねを付録で付けていただいて、これをこの蓋として使える、フライパンとしても使える、もう言うたらシンデレラフィットするようなものをこう作っていただくとね、あまた次も買おうかなと思うんですけども、大概ねシンデレラフィットするんじゃなくてその都度その都度の企画で作ってありますんでね、一貫性がないんですよね。どうでしょうビーバルさん、シンデレラフィットする鍋とかなんかそういったものを作っていただけないでしょうかね。取り急ぎね、今回は23年1月号のビーバルの付録を紹介してみました。簡単ですがいかがでしょうか。まだ実際にね、キャンプ場で使うことがあればその時に簡単にレビューしたいなと思います。以上でした。